こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの一冊です。面白ければ何でもあり、発行累計6000万部、とある編集のライフワークということで、一般的にはラノベと言われるジャンルで有名だと思うんですが、電撃文庫の編集長さんの、本作りに関する、あれこれが、びっしり詰まった一冊ということになっていまして、もちろん、小説を書く方にはもちろんのことながら、ものを作るという方には、非常に参考になる一冊ではないかなと感じました。例えば売れるためにはじゃあどのようなことを考えるですとか、じゃあ広く、知ってもらうためにはじゃあどういう戦略があるのかというような、この一つの作品をこの広げていくためにどういうことを考えて仕事しているのか、そんなノウハウがびっちり詰まっていまして、で例えば、とある魔術のインデックスというのは1580万部ですとか、ソードアートオンラインという小説が1130万部、そして尺眼のシャナが860万部というような、この大ヒットを飛ばしたノウハウがこれを読むことで伝わってくるのではないかと思います。ぜひ読んでみてください。